はい、どうも皆さん、こんにちは。えゼッこです。それでは今回なんですけども、マツキヨで D ポイント10倍に D 払い、お買い物ラリーと組み合わせでお得にということで、今回は D ポイントのキャンペーンですね。この動画では D ポイントとマツキヨでお得な情報についての解説と、実際にですね、僕自身もこのキャンペーンに参加してきましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回はこちらのキャンペーンですね。松本清 D ポイント10倍もらえちゃうというようなキャンペーンとなっております。こちらは先着1億ポイントということになっておりまして、期間は本日の2020年11月13日金曜日から11月の30日月曜日までの約1ヶ月いっぱいのキャンペーンとなっております。で、こちらのキャンペーンなんですけども、先着総額1億ポイント D ポイント10倍もらえちゃうということなんですけども、ちゃんと条件がありまして、まあ、この部分ですね、エントリー した上で、松本清グループの対象店舗でお会計時に d ポイントカードを提示いただくと、d ポイントが10倍貯まるということになってます。なので、必ず d ポイントカードを提示する必要があるということですね。なので、まあ流れで言うとこんな感じとなってます。お会計なんですけども、まずは d ポイントカードを提示すると。 で、一応ですね、提示する D ポイントカードなんですけども、一応例は出ております。D ポイントカード、D カードゴールド、D カード、そして D カードプリペイドと並んでるんですけども、まあ、他にもですね、上記以外のデザインカードも対象です。またモバイル D ポイントカードも対象ですということですので、例えば D 払いとか、普通の D ポイントのアプリとか入れてる方に関しては、モバイル D ポイントカードを利用されてる方、そういった方も対象ということになります。で、決済方法なんですけども、おすすめは D 払いということになっておりまして、今回特に指定はないんで ですが、後ほどですね。なんで d 払いがおすすめなのかも解説をします。で、残りのこのキャンペーンの細かいところですね。 ま、ざっと上から見ていこうと思うんですけども。まずここ、期間中一人当たりの認定上限は500ポイントです。D ポイント認定対象商品を合計税抜き5600円以上のお買い上げの方は500ポイント認定しますということですので、本、ま、当、あ、5600円ぐらい。まあ、これがもう目安ということになりますので、まあ、それ以上使わないように気をつければ OK ですねで。次にエントリーとご購入は期間中であればどちらが先でも順序問いませんということですので、まあ、あエントリー忘れてたという方もね、後ほどエントリーしても 大丈夫ですよということになってますですけどもまあ、この動画を見られてる方は今のうちにキャンペーンページリンク貼ってますんで先にエントリーを行っておいてくださいあとですね D ポイント利用分かっこ D ポイントを使うのお買い上げには D ポイント申請されませんということですのでまあ、ここ最近ね D ポイントのキャンペーンとかでいろいろ付与されていること多いと思うんですけどもそれを使ってもこのキャンペーンの対象にはなりませんのでお気を付けてくださいでこちらもですね D ポイント申請については調剤ポサーカードタバコと一部対象外 の商品サービスがございま,すまた免税会計で D ポイントの申請利用はできませんということですので。 ここも一つ気をつけないといけないところですね。で、残りの細かいところですね。先ほどもお伝えしたように必ずエントリーが必須となってますんで、先に行っておいてください。後ほどでも大丈夫なんですけども、忘れたら怖いです。次、付与されるポイントなんですけども、いつも通りの D ポイント期間用途限定のタイプですね。で、新定時期なんですが、2021年の1月の末予定となっております。まあ、安定の忘れた頃に入ってくる感じです。で、D ポイントの使い道なんですけども、まず一つ目は D 払いということで、まあ、D 払い普段から利用されてる方はね、 大体イメージ湧いてくると思うんですけども、これは普段の D 払いの決済画面となります。で、ここに D ポイントを利用するというところがあるので、この部分を実際にタップしたら、まあご覧のようにですね、赤く表示がされるので、この状態で決済したら D ポイントとして決済ができるということになります。なので D 払いでお買い物するときとか、もうすぐにこれでオンにして使えますので、まあ結構使い方としたら簡単なので、ぜひ利用してみてもいいと思います。 で、もう一つお試し機会見ということで、ちょっと前の動画でも解説をしてますので、ぜひ気になる方はこちらの動画をご覧になってください。で、先ほどお伝えしたこの決済方法は D 払いということなんですけども、なんで D 払いがおすすめなのかと言いますと、こちらですね。今現在11月ですね。 D 払いのお買い物ラリーというキャンペーンが開催されております。まあ、ざっくりで言うと、初めて D 払いを利用される方であれば、最大で50%還元まで受けることができまして、これまで D 払いを利用されている方であれば、ま、条件を満たすことで、最大で30%分の D ポイントの還元を受けることができるものとなってます。で、一応ですね、こちらの動画でも解説してますので、ぜひこちらを見てお上で、理解していただければなと思います。で、その D 払いのお買い物ラリーに、なんと今回ですね、松本清が加わってるんですよ。 なので、今お伝えした松本清二 D ポイント10倍のキャンペーン、プラス、この D 払いのお買い物ありを組み合わせれば、いわゆるその一石二鳥でポイントをもらうことができるということになります。めちゃくちゃお得なんですよね。ここからなんですけども、松木雄にまず行く際に、普通にまあ D ポイントカードを提示して行くのも全然お得なんですが、若干ね、松木雄って商品単価が少し高いので、その時に松木雄のアプリを使えば、 まあちょっとお得になりますよということで、そちらもせっかくなので解説をします。めちゃくちゃ簡単です。まず松本清のアプリをインストールして開いてください。で、実際に開くとご覧のような画面になります。 ま、上からそのポイントが出たりとか、いろいろ下に広告とか出てるんですけども、今回使う部分は、この部分ですね、最大20%オフクーポンが毎日もらえる会員登録で1日2回チャレンジしようということの、ま、いわゆるそのルーレットみたいなキャンペーンがあります。で、赤く出てるようにですね、ここをタップして今すぐチャレンジというところがあるので、まずはここをタップします。そうすると、ツキをルーレットで運試しという項目が出てきます。で、当たるものなんですけども、A、B、C 賞までありまして、C 賞であれば、医薬品、 食品1 0化粧品日用品10%、食品5%オフクーポンがもらえて、B 賞であれば、医薬品、健康食品が20%オフクーポン、そして、なんと A 賞であれば、医薬品15%、化粧品日用品が10%、で食品5%オフのクーポンというのがもらうことができます。 しかもですね、このクーポンなんですけども、24時間に2回挑戦することができます。なので、1回目外れても2回目当たる時もあるし、もし、もちろん、外れる時もあります。まあ、やるタイミングとしたら、ツ月ヨに行く前の時に、やるのがいいのかなと思います。もちろんお店の中でやってもいいと思いますね。で、実際にこのルーレット回してみたいと思います。このルー,ルーレット回すをタップして、そうすると、ご覧のようなゲームと出てきますので、 スタートというところをタップしたら、まず1回目は残念ということで、まあ、1回目はこれで終わりということですので、もう1回トライでもう一度ゲームをするをタップします。そしたら、なんとですね、C 賞が当たりまして、10%オフのクーポンをもらうことができました。で、ここのクーポン一覧というところをタップしたら、実際に当たったクーポンというのはここに出てきます。ゲームクーポン C 賞ということですね。で、ここのクーポンのところをタップしたら、まあ、クーポンの詳細が出てくるんですけども、使うタイミングなんですが、まあ、店員さんの指示でこの使用するをタップしてください。 ないっていうような指示があるので、なので間違えて自ら使用するをタップしないように気をつけてください。なので、まあお会計するタイミングの時に提示すればオッケーです。で、あとですね。であとですね。であとですね。d ポイントカードの提示もしないといけないんですけども、このマツキヨのアプリでは右下にポイント会員証という項目があるので、そこを実際にタップしたらま1番上にグレーで隠してるんですけども、マツキヨの会員証も見せることができたりとか、右下のま d ポイントのマークをタップしたら。 まあご覧のように D ポイントカードの提示も可能となっております。まあその際にですね D ポイントカードとマツキ用のアプリを連携する必要があるんですけども画面を切り替えても大丈夫なんですがそれが面倒だなっていう時はもうアプリ内で D ポイントカードの提示もで、きますのでぜひこのででこ方法も試してみてみくださいで最後に先ほどもお伝えしたように、D 払いのお買い物ラリーに参加される方は、D 払いで決済するときに、この画面を提示して、一連の流れはこれで終わりとなります。で、実際にお買い物した時の、こちらレシートなんですけども、今回僕が購入した一覧のものとなっております。まあ、見ていただいたらわかるように、今回ですね、ほとんどま、食品を主に購入したんですけども、じゃんということで、今これだけね、今マイナスがついてると思います。このマイナスっていうのは先ほど、 当たったクーポンですね。食品であれば5%オフ。で、医薬品とかになるのかなまあ10、10%オフになってる。除菌のウェットシートですかね。まあ、それも10%オフになったりとか。 大体その適用されるものをですね、購入したというものになっております。まあ、合計で2819円ということで、まあ、若干ね、ちょっと買い物の金額としたらちょっと高めに、僕としてはちょっと高い方にはなるんですけども、まあ、キャンペーンに参加したいなということでしたので、これはこれで全然 OK です。なので、ぜひ、松木用に参加される際は、普通にお買い物するよりかは、しっかりとアプリのインストールした上で、まあ、ルーレット当たったタイミングでね、来店するのが一番ベストかなというふうに僕は思っております。ああそんなこんなで今回はかなり簡単ではありましたけども、松本清志 D ポイント1 0 いいもらええちゃうキャンンペーンにつててお伝えさせていただきましたまあね、条件をクリアすれば、まあ最低でも最低とか、まあ上限は500ポイントまでまあもらうことができますので、普段からマツキを利用されている方はね、もうサクッとエントリーした上で参加してみてください。で、先ほどもちょっとお伝えしたんですけども、11月のお買い物ラリーについての動画に関しては、下の概要欄にリンクを貼ってますんで、まだ見られてない方がいらっしゃいましたら、それをチェックした上で今回のキャンペーンぜひ参加してみてください。ということで、本日の動画は、 以上です。ご視聴どうもありがとうございました。